はい、どうも、皆さん、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして、ボッティと申します。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、スプラトゥーンの、プラス99実況プレイ、ガチマッチ編、やっていきたいと思います。今回使用する武器は、デュアルスイーパー、カスタムじゃない方です、いうことですね。まあ、だいぶ、スイーパー系ですか？ジェットスイーパーとかデュアルスイーパー、ちょっと練習してきたので、ただね、あんまり、うまくなれてないんだけど、まあ、でも、練習がてら、頑張ってやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。で、練習してたら、右上見てください。若干落ちてます。まあ、下がった分は、また上げたらいいんですよ。また下がったらまた上げて、また下がったらまた上げての繰り返しでいいんだと思います。はい。また A プラス99目指してやっていきましょう。ただ、こっからね、まあ、苦手な武器続きますからね。もう、心が折れたら、もうダイナモ使って、A プラ99にしますんで ちょっとそこら辺は ご容赦願います。本当に。ダイナモ使ってたら誰でも A プラ99いくから。よし、ということで、一発目は、モズクノーエ。よいしょ。ちょっと気合い入れてやっていきましょう。なるほど。まあ、構成的には若干負けてますからね。ほんとここはローラーステージなんで、もうローラー使ってるやつが勝つんで、ちょっとそこがね、難しいところではある。とりあえず、そこになんか行っている。ただ、あんまりローラーが下に落ちてこなければ別に大したことはないので、この辺うまく縫いつつですよね。あと、デュアルスイーパー結構距離が大事なんで、しっかり距離を、見極めつつ、よいしょ、これですね、スプラッシュボムで上の方を塗りつつがいいんじゃないでしょうかと。ちょっと守備的に使っていきましょうか。まあ、こっちのデュアルスイーパーはあんまり守備的に使うデュアルスイーパーではないんですけど、まあでもいいかな。あれ？ああ、2人で来てたね。2人で来てるのはちょっと仕方ないですね。21は多分弾数が足りないと思う、デュアルスイーパー自体。ましてやスプラシューラーですからね。ちょっとなんか距離感がね、まだいまいち掴みきれてないんですよね。そこを上手くなるようになったら、多分スイーパー系に使えるようになるんで。そしたらまたね、幅もひば広がるからね。そこら辺目指してやっていきたい。ちょっと味方に、ちょっと頼りつつだな。はい、いる。届いてないの？これ。まあ、あんまり狙いすぎてもね、時間の無駄だし、この辺抜いた方がいいんで。いやー。意外と弾の威力もないと。ちょっとご了承しました。前線止めれば勝てるなと思ったんで、ちょっと飛び出した無理やり。よし。まあ、まずは くっそど下手くそな、デュアルスイーパーですよね。意外とさ、A プラ帯に上がってくると、スイーパー系って見かけないんですよ。やっぱもうほんとプライムか、まあ、上手い人のこう、ブラスターか、そんなもんだよね。まだまあローラーかかろうかってところなんで、このレート帯でデュアルスイーパー使ってたら、おってなるよね。ちょっとね。でも、おってなるだけで、あ、カモだなってなるよね 実際ね、あ、カモじゃんみたいな。お、いけるいける。あ、こいつ狙って倒していけば、勝てるみたいな。ね。で、ちょっとだから、あれだな、うまいブラスター使いとかスイーパー使いになりたいですね。もうチャージャーは諦めてるんで、もう花から。花から、お、しょ、こっちです。もうスイーパー系の向こうだいぶきついなと思ってたんで、こっちで、どれだけ仕事できるかっていう感じじゃないですか。構成的にはまあ勝ってますね。塗り武器もあるし、ちゃんとチャージャー系もいるんで、まあこの辺はしっかり勝てていきたいなという感じ。なんか実況下手になってません？ なんか実況下手になってません？まあいいか。とりあえず、これで、うわ、なんか変だよ。ああ、やべえとこかな。ちょっとうまっ。怖いっすね。とりあえず投げてくる。ちょ、なに、どっから出てくるの？え？ああ、なるほどね。屋根伝って下に降りてくるんだ。なるほど。まあ、あれですよ。まあ、1回目は、まあ、食らってあげましたけど、2回目1本勝負ですからね、マジで。トゥーン！と、ダッサ。まあでもまだいけるっしょ。マタバは届かないはずなんで、とりあえず、屋根伝いに行く。この辺来るでしょ。いやー、これさ、ゴムの使い方減った？この辺置いといて、で、また来るでしょ。来るタイミング見計らって、下から来てるー。はい。
残念。うん。あ、しかもあれなんだ。投資打ちじゃなくて横から来たやつか。まあ、よく当てたわな、今のは。打ちながら。その辺冷静で、ね。冷静に。だから今のは打ち勝ってたわけでしょ。打ち勝ってたのっていいんじゃないですか。だからなんか一個いるんだよな、そこにな。ちょっとあれ、あいつ潰しに行こう。潰さなきゃいけへんわ、そこは。逃げられていく。で、下に落ちて、どっか逃げられていくからの、ちょっと一回投げつつ、押しつつ、いるんだよな、そこに裏か。オッケー。無理やり行く。マジきっつ、これは。これはきつい。これきついわ。死ぬ。どう倒すか。どう抱かしていくか。いや、きつい。見えない、見えない、見えない。逆に見えない、逆に見えない。逆に見えないやつだから。マジで見えねえよ見えねえよ。ちょっと塗ってくれ。ナイス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 。今のは無理だろう。マジで敵がどこにいるかもわかんねえしよ。ここ届かない。見えてるよ見えてるよ感、ね、見えてるよ感、ね、下からこう、はい、上がりつつ上がりつついる分かりつつここにいる分かりつつ引きつつ、はい、1,2,3,4,5、オッケー。よし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 。で、俺は、俺の位置に行きたいんですけど、ちょっとあの、屋根ボムにちょっとリベンジしたいんですけど、いい屋根ボムだなと思ったけどね。はい、あの、ここ。やば、そこ起点になった。なー見えてたなー見られてたなー大丈夫、大丈夫。いい勝負してるね。いい勝負してますね。ここで、取れるかどうか。取れない。はい。なるほど。そこにいる。で、死ぬ。よし。で、倒して、ここ投げる。ちょっと倒す。そこにいるの分かったから、そこ牽制しつつ。そこいるんだよな。チャージャッツ。よしよし、待ってる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 。死んだ？マジか。あれだったんだけどね。あー、なるほど。あ、なるほどね。その角度で投げると、あれなんだ。もう、要は、その上のエフェクトがそういうエフェクトになってるから、とかそういう話なんだ。へー。面白いことするじゃん？誰もいない？一気に押し打ち？ここだったらさ、別にさ、撃たれてもいいと思うんだ、別に。だから、普通にこうやって行ったらいいんじゃね？ぶっちゃけ行ったら、置いといたらいいんじゃね？的な。なんか、そんなに恐るるに、足らず感ありません？なんか別にね、まあ見ながら、まあ見ながらね、様子見ながら。いやー、そいつ！いやー、マジかー！突っ込んできたなー。全員死んでます、僕以外。これは厳しい。いやー、なかなかな。そうで、うまくね、一個打開勢がいるんですよね、相手チームにね。だすごくこう、引っかき回すやつが一人いると、だいぶね、それだけで変わってくるんで、もうこれが本当に典型例だと思う。その辺の典型例だと思うので、あーね。でも、一人ね、めちゃめちゃボムの使い方上手い人いるんですよ。こうでしょ？何？はい。何？若衆かー。弾ぶれてないねー。はい、終わりでーす。そうなぁ。悩むなぁ。ちょっと、やっぱデュアルスイーパーの立ち位置悩むなぁ。やっぱいまいち下手やなぁ。どうするべきかね。いや、弱くない武器だとは思うんですよ。ね、7キル7ですか。いや、弱い武器ではないんだよね。弱い武器ではないけど、多分ただ強い武器でもないんだよね。なるほどね。でも、あそこで、ああやってボム使うっていうの一個分かったんで、ちょっと、次、右から攻めますか？ここ引いたら。ちょっと面白いね。使い方してる人がいたんで、ちょっとそれは、見よう見まででやってみましょうか。なるほどね。そこにボム投げるんだ。やっぱある程度さ、なんか上空から見たくない？ヘリコプターかなんかって。あ、早速来たね。いいね。なんかちょっと研究、ガチ研究動画になって、ちょっと面白くなってきた。ちょっと楽しい楽しい。よし。チャージャー1個。まぁ、ちょっと若干負けてる？あ、L3 がある。L3 がある。ちょっと右展開下手なんだよね、このゲーム。できるもんなら左展開1点でやっていきたいんですけど、多分今までの僕のモールの動画、だいたい全部左に
こういうことしようわ。どうにかかった？それはないわ。それはねえわ、マジで。マジでねえわ。いろんな意味でねえわ。本当に。いない。さあ、あそこの、あれか？ソーラーパネルみたいなやつか。違うかな？あ、違う、濡れてる。大丈夫かよ。味方大丈夫かよ、マジで。味方大丈夫かよ。ここ。もう、3対1。3対1でも当てられてないからね、まずいんだよね。無理、やっぱ無理性能があるべきじゃないときついなぁ。やっぱ守備型だね。いつも持ってるけど自分で。いや、守備型だわ。間違いなく。よし、一回引いて、どこに投げとくのかな。いまいちわかんないよね。あ、そういうことか。あ、ちょっとわかった、今ので。届かない。チャージャーが向こうになって、ちょっと嫌な感じ。嫌な感じ。一人死んだ。チャージャーこっち狙ってるが、向こうのチャージャーだと届かない。あれだね。巻くのが限界だね。ちょっとまだまだ、まだまだなんかこう、研究の余地ありというか、練習の余地ありですね。このデュアルスイーパーね。そっか、スイーパー系ダメか。まだ A プラスじゃ立ち回れねえか。ちょっと悲しいな。もうちょっと頑張ろう。まあでもそういうところまで含めて成長ね。でも勝ちはいいんですよ。要は勝ちはいいんですよ。要は勝ちはいいと。まだ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 終わってねえから。まだ終わってない。ちょっとさあ、頼むよ。いらないで死なないでくれよ。せめて死なないでくれよ。それだけはちょっと守ってくれよ、マジで。ほんと、ここでエリアの中入るやつは、マジで自分の腕に自信があるやつだけにしてくれよ、ほんと。じゃないとさ、もう一瞬で取られた後の、その後が結構大変だからさ。あ、なるほどね。今ので OK。今ので OK。わかった。完全に分かった。はいはいはい。ぬれ。お前、俺じゃねえよ。ふざけんなよ。どこに撃ってんだよ。集中。で、どこにいる？どこにもいない。来た、はい。あ、余裕。はい、ここで進行する。からの？ボンバーまだ使わなくていい。横にこういる。ここ。見えてた？何言ったかな？すごいなぁ。ここに一回飛んで、やられてるのを見たんで、ボムを落とす。うん、逆にね、そう、敵が落っこってるときはいいんですけどね。俺がガロンだったら全然突っ込むけどな、あそこな。下にいるの見たら。さあ、ちょっときついな。下から行くか。見えない。見えない、見えない、見えない。無理やり、無理やり。よし、オッケー。なんもね、そこにいる。はい、そこに1個いるんで、よろしく。よろしく、そっちはよろしく。右頼んだよ。いるぞいるぞ。やば、うまっ。素直に聞いた。ポッカー。調査、やばいよ、これは無理だろ。ちょ、待って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 、なんでそんなんで見てないで飛び込んでくんだよ、マジで。自信ありきかよ。ちょ、無理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 。いやー、残念。いいね。あの屋根ボムはいいですね。まあ、なんかこの動画の、なんか、総括になりそうな気がする。屋根ボム。すごいいい気はしますけど。まあ、これは負けですね。グーかなだな。はい。最後に屋根ボム投げてね。はい、負けです。と。いやー、もう一戦行こう。ちょっと悔しい。すげー悔しい。なんか、勝てる試合落としまくってる気がするわ。
なんかピリッとしない。じゃあ、あのね、あれなんだよね。ピンチになった時に自分で打開できないのがすごい辛いんだよ。そこまでちょっと頑張りたい、マジで。ピンチになった時にガロンとかダイナモローラーだったら切り抜けられるあれはあるからさ、そこまでなりたい。ちょっと頑張るしかねえわ。ちょっと燃えてきた、久々に。ちょっと裏でちょいちょい練習しよう、また。ダメね。やっぱ、本当に毎日やらないとダメですね、裏でね。よし、ラスト一戦。ちょっと最後勝ってこう。でも、いい立ち回りできてるからね。できてるから、ちょいちょいできてるから、そこはちゃんとプラスに考えながら行きましょう。本当に。苦手武器だからって逃げない。逃げない、しょげない、泣いちゃダメ。ゆけ、ゆけ、あん、がんこちゃーん。ちょっとね、テンション低いでしょ、今日。全体的にテンション低いでしょ。大丈夫。気合い入れていこう。元気よくいこう。ね。元気があれば何でもできる。元気があればスプラトゥーンもできる。スプラトゥーンは元気なくてもできる。よし。で、さっきはこのステージあんまりなんか苦にせずちゃちゃったちゃった感はあるんで、ちょっともう一回改めて。はい、下から、行こう。あ、いいですね。この辺塗ったら OK じゃない？よし。で、どこにいる？この辺にいる。どこにいる？どこにいる？ この水色は何？ヘムヘムヘム。OK。こういう感じだな。ヘムヘムヘム。その距離でよくモデラーと対して相打ち取れたな。あの距離でよくモデラーと相打ちになったよな、今の。よく頑張ったよな。てか、モデラー弱っ。違う。その人が弱いんじゃなくて、モデラーが弱い。マジで。行くわ。ちょっと今のは情けないな。ダメージ食らってたとはいえども。さあ、向こうのトルネードが真ん中に。あ、違う、向こうじゃない、味方だ。え、どんだけ余裕あんの、こっち。余裕ありすぎじゃね？はい。とりあえずじゃあ、ぶっといて勝ちかな。2、1、勝ち。よくできました。なんか最後あっさり塩味ですけどね。まあまあまあ、とりあえず、何勝何敗？ 2 勝3敗？さ、えっ、ー、と、2勝3敗だな。負け越しか？ 負け越しなのか？でも最後はちゃんとできたからね。まあよくできましたですよ。モールが苦手なんだな。ちょっとモールだね。モールとスイーパー系だね。ちょっとそこのまあ練習もしておきましょう。はい。ということで、まあちょっとなかなかね、いまいちこうデュアルスイーパー使いこなせなかった感あるんですけど、まあいい戦略も見つかって、なかなか先が見通しができたかなというふうに思います。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。モッティでした。